見られてしまった。私たちがチューしたの、私たちがチューしたの見られた。なんと、いた、ダメ、噛まないで。見てしまったって。じいちゃんがお水飲んでる。じいちゃんお水ない？まだあるじゃん。はい。こんばんは皆さん。はい、今日も豚汁を食べます。あと納豆ときゅうりとご飯。大丈夫かな、明日撮影なんだけど。こんな食べて、いただきます。2日目うまっ、うん、写真撮った私。もぐもぐ配信お目当て。やだ、もぐもぐ配信やだ。どう、むくんでる顔。毎日さ、みんな私の顔見るじゃん。わかる？あ、今日顔むくんでんなとか言わないと思うけど、そういうことは言わないと思うけど、あ、今日なんか顔シュッとしたなとか分かる？みんな違い。
そういうの言ったらそうだね、そのなんていうのまあ確かに大体の人がそれ言ったら怒ると思う。そのなんかむくんでんねとか言ってダメ、絶対絶対言ったらあかんけど、なんかこうそういう女の子のなんかむくみとか分かるもんなんかなと思って、男性とかは、マシちゃん今日めっちゃなんか顔がシュッとしてるとか分かるんかなみたいな。うまっ。わかるだろ、ももさん女じゃん。うん。うまい、おいしいよ。なんかね、優しいね自分で作っといてなんか家の味がする。うん、食べるの下手かも。ご飯って言っとるかも。みーちゃんおいで、おいで、みーちゃんおいで。ん、ちょっと残っとるやん、じいちゃん。どうぞ。はい、どうぞ。もうこう触ったらね分かるんやな、ここの肉の感じでむくんでるとか。例えばさ腕とかさ、なんかこうやってやったりとかしたら跡がさ消えんかったりするやん、下むくんでたりするやん、靴下とかも靴下の跡が残ってたらとかあるんやけど、それも一緒みたいな感じでここのなんか感じで、あ、むくんでんな、塩分ここに塩溜まってんなみたいなが分かる。私むくんだらマジフェイスラインが消えるから、ここの分厚さでも分かる。今日いい感じ、アーシャ向けって感じ、アーシャに向けてって感じ。ちゃんと準備と対策できてるわ。酒飲むとバカむくむ。なんかさ、お酒むくむときとむくまんときない？逆になんか水分抜けて全然むくまへんときあるんやけど。
ありがとうございます、明日撮るんだって。こんばんは。若干煽ってるやろ、ももさん。それな、盛りたいな。どうしよう、なんかさ、納豆食べるじゃん。そしたら口にご飯入れる前にここに全部くっつく、お米が。口に入るまでに全部バリアされる。うわ、第4日曜日は1時間続けて。そうだよ、そうなの。昨日発表したんだけど、そっか、まだあれから1日しか経ってないんか。で昨日ね、よいしょ、なんと私が広島 FM さんでラジオをさせていただいてるんですけど、毎週日曜日の10時からラジオをさせていただいてるんですけど、それは30分番組で2月に始まったんですよ。でそれは HFM 広島 FM バザールっていう、そうバザールっていうなんかラジオバザールっていう枠なんですね。でそのホケラジが2月に始まったか先に始まってるって感じで、その10時から11時までの枠は1部2部って感じで割られて放送するんですよ。でまあその第1部がまあ私のラジオホケラジなんですけど、それがまあ2月から先に始まってて、その第2部がこの4月に始まったんですね。でその第2部っていうのがその何のラジオなのかっていうと、言いますと日曜深夜にさまざまなアーティストとかアイドルがお届けするプログラムで、まあお届けするラジオで、第1部が私、第2部はその週替わりで、まあ、いろんな人が代わり番号でなんか魅力を発信するよみたいな、多分みんなそれぞれ多分全然違う形で多分その30分を皆さんにお届けするんですけど、レッドインブルーさんとかヤバキューブ所属アイドルさんとかフィールネオさんとか岡山のとか、まあ、いろんな方がいるんですけど、私は第4週目と5週目も担当させていただくことになりまして、はい、すごいよね。しかも第4週第5週って、そう
でこれはその保健室ラジオをお届けするっていうよりは10時から私の保健室ラジオを放送して第4週5週はそのホケラジの後に保健室が終わった後のスナックみたいな、はい、っていう設定でラジオをさせていただきます。で、まあ、実は、まあ、ここだけの話っていうか、まあ、普通にあれなんですけど、まあ、実はあの保健室ラジオをのお話をいただいた時、その私ってラジオが決まった時に保健室で行くかスナックで行くかっていう案があって、そう、でもどうしてもやっぱりまあスナックって言ったらまあグループのね、まあ、ゲストを呼んだりとかする時に別にいくらお酒飲まないとしてもそのやっぱりこうちょっと制限されてしまいそうだねみたいなトークとかもってなったら、まあ、みんな大好きな保健室の方がいいかもねってなったんですよ。結構いろいろ話し合った中で、でも多分スタッフさんの中では多分結構そのスナックっていうのも多分ずっと残ってて、私もスナックは本当ずっとやりたいって思ってて、まあ本当あのもうスナックマヒナって一番初めにその名前をくださったのは本当歌唱力ナンバーワン決定戦の決勝進んだ時、決勝じゃないね、あの本戦に進んだ時に審査員の磯貝サイモンさんがなんか声がなんか本当なんて言うんだろうね、そういうスナック向きっていうかスナックで聞きたいみたい なんかこう雰囲気とかも含めてで言ってくださったのがきっかけで、結構なんかスナックマヒナ、なんかスナックマヒナっていう名前が結構こう先に広まって、でもそっからあのまあ結構自分の中ではお酒も好きだし歌も好きだしで、そういう場所も好きなんですよ、スナックっていう。なんかママがいてこうなんかもう人生を語りますみたいな、結構ね好きなんですよ。でまあそういう保健室も保健室で、でみんなのことをみんなとこう仲良くなれるっていうか、みんなのこと知ってみんなに寄り添えるような番組なんですけど、またスナックはまた違う年齢層の方とかっていうか、またね幅がまた全然違うじゃん、出会う人たちも全然違うし、でその番組、まあ、ホケラジも自分でこうパーソナリティとしてやらせていただいてるんだけど、そのスナックマヒナもあのゲストを呼ぶんじゃなくて、ゲストっていうかメンバー呼ぶんじゃなくて、今回本当まだ次のゲスト全然知らないんだけど、そう収録当日になんか打ち合わせって聞いとったんやけど、行ったらもうこんな感じで進めようと思っててみたいな説明を受けて、じゃあ撮ってみようかみたいな感じで、じゃあちょっとゲスト呼んでくるわって言って、あのオークボックスさんがね、あの広島 FM のもう有名な超ベテランの大久保茂樹さんにあの第1回のゲストお越しいただいたんですけど、もう本当にもう始まるんですか、もう撮るみたいな感じで、だから本当1回目マジでもうすごいよ。なんかもうあんまりいつも結構情報やっぱこうパーソナリティとしてはいろいろこう情報を調べておいた方がいいよっていう、私は結構須田キュンでも教えてもらって、そういう感じの性格なんですよ。結構そんな何でもこう器用にこなせないから結構ちゃんと調べてやるタイプなんですけど、そうなんか今回あんまり情報入れないでって言われて、その初めての初めてだったから、本当にもうほぼちゃんと喋るの初めてだったから、オークボックスさんのことはもう情報入れずにやってみようみたいな感じになって、もう本当にみたいな、もうこういう並びもちゃんといつもは台本で見ながらやるけど、もうほとんどこうフリートークだからみたいな、そう
でも本当フリーで初回やらせていただいたんだけど、もう本当どうなってるかマジで分かんない。でも楽しみだなってめちゃくちゃ思います。なんかオンエアも、でも本当アイドルだと思わないだろうなって思う。みんながこの喋りを聞いて、うん、だからまあそこもまあなりきれてたら最高だなって思うし、うん、まあだからスナックのママを演じてるってよりは、私がスナックをしたらこんな感じになるっていうような30分をいろんな方との掛け合いで第4週5週は担当させていただこうと思ってます。また本当にどんな感じになるかまだ全然わかんないんだけど、うん、まあ、楽しみにしていただけたらなと思います。初回は、初回放送は4月28日日曜日22時30分からなので、4月28日日曜日は10時から11時までをちゃんと開けといてください、皆さん。 OK、 やばいよね、やばくない、普通にやばいよね、大きい声で言えないけどやばいよね。だからみんなちょっと本当にいっぱい書いてくれたら嬉しいな、感想を知りたいから。まあでもめちゃくちゃ楽しかったんですよ、やってて。やっぱりこうおしゃべりが上手な方と、うん、なんかすごい、まあ私もまだね全然慣れてないからすごい助けていただいて、だけどすごい楽しい空間で、うん、普段だったら聞けないだろうなっていう、そんなラジオです。でもオークボックスさんのファンの方もぜひ聞いてほしいなってお願いします。うん、でもやっぱりこうなんて言うんだろうね、メンバーのこととかさ、ホケラジとかさ、須田キュンとかもだけど、メンバーのことも知ってるじゃん。うん、知ってるから、知った上で喋れるじゃん、この子はどんな子って。でも違うから今回は、だから本当何が起きるか分かんないし、その中でこう波長を合わせるわけじゃないけど会話をするわけじゃん。うん、不思議だよね。だからこれができる自分に力がついたらまた一つ成長できるのかなとは思うんですけど、もう番組を打ち切られないように頑張ろうそんな気持ち。うん、まあでも終わった時にそのプロデューサーさんっていうか、いろいろそういうスタッフさんたちが面白かったって言ってくれて、でもあんなオークボックスさんの姿をあの見れたっていうのが結構びっくりみたいな感じで言ってくれたのが、あ、嬉しいなって思った、素直に。美味しいね。でついついね、私のあれが出ちゃって、ついついね出ちゃって失礼だったかなとか思いながら、
まあでも第1回とりあえず怒られずに済んだから。はい、多分だからまあ聞いてみてほしい、まあ、結局さ自分たちがどうとかスタッフさんがどうこう言っても結局聞いてくださるのはリスナーさんだから、が面白くなかったら面白くないし、その面白いものが提供できるかっていうのも私の度量だから、素直な意見が聞きたい。え、でもそう、そういう話もしてた。秋元先生呼びたいなって。呼びたいなっていうか、でも、もう本当こんなこと言っちゃ怒られるかもしれないけど、なんか。想像ついちゃうんですよね。こんなん言ったらなおさら、もしそういう可能性が来た時でも来てくれないかもしれないけど、いつかお話できそうな気がする。てか純粋に脳みそが気になるんですよね。普通にめちゃくちゃ興味ある。脳みそを見たい。どんな天才なんだろうって。でそんな方と通ずることってできるのかなみたいな、分かり合える共感できる部分ってあんのかなって思う。でいつも行ってるあの美味しそうな店たちはどこから見つけてきてるんですかって、気になるよね。やっぱねすごいよね。でもすごいとかそんな軽々しく言っちゃダメよ、ほんまに怒られちゃう。いや怒られるのも光栄よね。ほんとね、そんな経験できないし。でも勘違いしないでほしいのは、本当にもう大尊敬、本当に。なんか私たちの黄金世代に、間違えた、私たちの学生時代になんか光をくれてありがとうの気持ちキラキラ輝かせてくれてありがとうって気持ち、本当に。あんな黄金世代の方たちを作ってくださって、かしこまってる私が、そうそう、え、多分私かしこまんない気がするんだよ。私だって、いや違うよね、なんかね、それこそなんか変にこうグループの立ち位置とか、グループの中でこういうなんかキャラクターとか、こういう順、なんかなんて言うんだろう、立ち位置存在とかを全く知られてなかったらいけるんですよ。ただ変にそういうなんかこの子は選抜入ってないとか、そういう情報が入っちゃうとちょっとだるいね。だから私はもう一般の方とかはもうマジでいける、無敵に。そうだから芸能界のすごい大御所の方とかも誰が誰とか知らないじゃん、そんなの知ったこっちゃないじゃん。だからきっと均等に見てくれるんだろうなっていう。
って思う。そういう変な目がないじゃん。なんかこの子は売れてる子だとかそういう先入観がないから、普通に一人の人として見てくれるわけでしょ。そういうの大好き。そうだからあんまりかしこまらないと思う。目の前で納豆食べてって言われたら食べれる。食べれる。美味しいね。まあ、そういう目論見もあるラジオです。うん、いやでもそんなね、夢を持つの、夢を言うことは悪くはないから。他にゲストで呼びたい人いますか。身近だったら佐竹さん。まあ佐竹さんとはほんまチリパでももう仲良くさせてもらって、本当によくしていただいて、本当お父さんみたいな存在だけど、一対一でね何かをするってことはないから。そう。そういう場所じゃないと喋れない。実は思ってたこととか、あと誰だろうな、誰だろう、でも多分今パッとあれだけど、めちゃくちゃ いろいろ。スポーツ関係
えば誰が合うかね、みんな誰との誰みたいですか。ごちそうさまでした。美味しかったです。監督？うわー、え、待って、鳴門高校の監督呼びたい。呼びたい。やば、鳴門の話で飲むお酒絶対美味しい。意味わからんだろうな、急に広島からラジオのオファー来たら。うわ やばーい。ちょっと考えるだけでワクワクするね。でもね、いろんなアーティストさんをさ、ゲストに呼んだりとかね、あのプッシュ、あの私がこのホケラジオ始めるときに出させていただいた生放送のプッシュっていうヤマモンさんがやられてるラジオ、もうほんと毎回すごい豪華なゲストさんをお迎えしてラジオやられてて、で私がさ、その生出演したときもさ、ナオトインティライミさんがさゲストでいたじゃん。すっごーと思って、もうナオトインティライミさんも私たちの青春だから、もうあれを聞きながらもうなんか青春を感じたって感じやん。青春の1ページやもんすごいと思って、なんかそんな方がいる場所で今お仕事できてるんだと思って。そう、昨日か一昨日ももう私の大好きなトリプル A の宇野ちゃんが、3回は名前呼ばれたって、うん、すごいね。やっぱ誰とでもこうお話できる人ってすごいよな。なんかこうこう話せるとかじゃなくて、こう音として電波でそういう会話ができる人ってすごいと思う。だから私も初めてだったけど、山本さんとプッシュさせていた時も初めてだったけど、やっぱりもう慣れなのかな。すごいね、ほんと。バックナンバーさん、うん、ななみさんが発狂するよ。ななみさんもゲストで呼んでって言うかもしれない、その時は。まあまだまだね、夢が広がりますね。まあ昨日は
そのお知らせでツイートさせていただいたんですけど、まあそんなこんなで、そう私確認したんよ、それってみたいな、担当ってどういうことですかって。そしたら担当はレギュラーだよって言われて、本当に大きい声で言えないけど、すごくない、普通に本当にいいんですか、私がそんな喋って、ちょっと出しゃばりすぎじゃないですか、こんなペーペーが。って思うんですよね。だからもっと頑張るね。でも決して当たり前じゃないから、本当にどのお仕事も、もう須田君は4年目でももちろんなんですけど、どのお仕事もこの気持ちを忘れずに、初心を忘れずに、もう大切に大切に、これからももっと良くなっていくように、向上心を高く持って取り組んでいきたいと思います。何より聞いてくださってるリスナーさんの言葉がね、一番もうパーソナリティとしても一人の人間としてもとてもありがたいなと思ってるので、引き続きどの番組も皆さんに応援していただけるように、愛してもらえるように頑張りたいなと思ってますですね。まあ5月入ったら津田君の公開収録も控えてるので、あと1ヶ月もないぐらいだね。そちらも楽しみにしててほしいし、4月いつも通り日曜日ホケラジも楽しみにしてほしいし、28の初回放送はもうどうなるのかワクワクしてほしいし、とりあえず本当にすごいことが続いてるので、私もまだ全然追いつけてませんが、早く現実に戻っていきたいね。現実なんだけど、まだ夢なのかなって思ってるから、ちゃんと地に足つけて収録に挑めたらと思っております。はい、今日はちょっと、もう明日撮影だから、今日も早めに寝る。昨日私11時ぐらい寝たんだけど、やっぱりその10時からその2時の間に寝る、なんかたとえじゃあ10時から2時の間に寝て、2時からもし起きちゃったとしても、なんか2時から4時間寝るのとでは全然違う、やっぱりなんか肌がこのなんかニキビ跡が若干薄くなってる感じがするんよね、やっぱその時間に寝ると。今日まだ18時半じゃけ、うん、今日も早く寝て明日に備えようって思っております。今日も見てくれてありがとう、みんな。明日はさ、今日ごめんね、すっぴんだけど、明日は可愛い状態で配信できると思う。明日むくまないようにだけ祈ってて。ブラボー。今日また今から黄色のパスパックして、ホワイトニングして、明日に挑む。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうみんな。うん、うん、
まあ爪はいけそうだね。はい、ではランキング見たいと思います。13位は迷子の子さん、12位は丸元気さん、11位はあきらほう元気おじさん、10位はダイソンさん、9位はあっちゃん、8位はキャマキャマ、7位はじゅんさん、6位はばんちゃん、5位はあかつきさん、4位はひよこ、3位はがんちゃんよし、2位は道しるべさん、そして本日の第1位は第1位は徳田丸さんです。おめでとうございます。明日の配信はね、次の日が早いよね。昼、夕方になっちゃうかもな。じゃあ明日は自撮り多めでメール送るね。みんな待っててください。明日ラスト1日だからね、1週間頑張ろう、共に頑張ろう。はい、じゃあ今日も見てくれてありがとうございました。4月11日木曜日、今日も一日お疲れ様いな。バイバーイみんな、おやすみ。お肌こんな感じ。